春風涼しでございます。ということで今日はね、特に事務所仕事しかしてないので、新しく撮影とかカメラテストはしてないんですけども、今日いろいろやってたのは、次に、厚生労働省さんの、ハラスメント撲滅、キャンペーンっていうのを毎年撮ってまして、それのビデオ部分を弊社が撮るんですけども、そこのですね、出演が、チームシャチさんというね、名古屋ので有名なね、ももクロの妹分ということで、活躍しておりますけども、その、4人組に出ていただくというのを今、で段取りをしておるところでございますよ。で、スタジオでね、撮るんだけど、じゃあカメラどうしようかということで、この間から富士フイルムの体制には腹が立ちつつも、やはりですね、画質のこと考えると、今回は富士で撮ろうかなというふうに思っています。その理由はですね、4人撮るので、マルチカメラ、複数のカメラ使うので、そうなると、色合わせとかね、そういうのが出てくるから、そういうことを考えると、富士のカメラがベターってことになるんだよね。で、そんなに難しい光作らないし、明るい感じで撮るので、いいかなと。で、スタジオでゆっくり撮るから、トラブルも起きねえかなという気がしているので、富士のカメラで行こうかなというふうには思っています。で、逆になんでソニー使わないかっていうと、ソニーのカメラが、やっぱりうちは台数が少ないんで、FX30 と、α7C で撮んなきゃいけないんで、そうなった時に、じゃあメインカメラ何になるのって言ったら、おそらく α7C でシネマレンズ使う形になって、サブで、FX30 っていう形になると思うんで、そうなるとちょっと、色合わせの問題とか出てきちゃうんだよね。ホワイトバランスの問題もあるし。なので、カメラの性能的にやっぱり富士フイルムの方が信頼感が、とか色のね、信頼感はある。ただ、慌ただしい取材現場だと、やっぱり、ソニーのカメラの方が信頼感があるってことで、弊社はね、個人のクリエイターではないので、ある程度カメラの使い分けっていうところは、やらせていただかなきゃいけないかなと。いうふうに思っております。なので、富士フイルムのね、カメラがどんなふうに進化していくのかっていうのは非常にやきもきしてしまうんですけど、たくさんね、コメントもいただいていて、一生懸命返答もさせていただいてるんだけど、決して富士フイルムが嫌いだとか、もう使わないとか、そういう意味合いではなくてですね、せっかくいいカメラを開発者が作ってるんだから、もっと上の人はそれを、その意味をちゃんと考えて、経営方針をうまくやってほしいなと。で、ジャパンクオリティってことをやっぱり考えた方が良くてね、ジャパンクオリティって何かっていうと、日本市場の意見を聞いて作ると世界でも最高水準の品質になるよっていう意味だからね。日本で作ってるとか、日本で指揮してるから、いいものができるっていうふうに勘違いしちゃいけないよね。日本クオリティっていう意味はね。やっぱり日本のユーザーってやっぱりうるさいんだよ、世界でも。最もうるさいユーザーだから。それの要望や意見をどう取り入れるかっていうことがジャパンクオリティってことだからね。そう思ってないだろうね。富士フイルムとしてはね。なのでそこのところが余力があるのかないのかとかっていうところもあるんだけど、あんなに種類、カメラの種類出すぐらいだったら、だって今ね、T5 と H2 ってほぼ同じようなカメラだからさ、なんで2つ分けてんのって、動画用とスチル用って言い方をしたいんだとしたら、H2 もっと動画としてチューンアップしてほしいしね。で、H2S はどうだかよくわかんねえ話になっちゃってっかね、今ね。技術はてんこ盛りだけど、使う側にしてみたら中途半端すぎて、どうしようもない感じがするよね。高速シャッター以外にメリットがなくなっちゃったからね。で、高速でシャッター切るとかっていうのは、連写含めてね、特殊用途だから、ほぼ普段使わない機能だもんね。そんなことで、これぐらい文句言いつつも、やっぱりその、次の作品、やっぱり富士フイルムのカメラとレンズを使っていきたいなというふうには思っています。だからメインは多分 H2S になって、そこにシネマレンズつけるでしょう。で、それからサブで、T4 を使うでしょう。で、荒木ちゃん呼ぶんで、T32 を、もう一個のサブで3カメ体制かもしれない。2カメかもしれないんだけどね、3カメ体制でいこうかなと。
いうとこですので、で他のサブ機は単焦点で、まあ、後ろぼかした感じなんじゃないかな、まあ、そんなような気がしています。で、一方ね、仮にソニーでやろうとしたらどうするかってことはまた別に考えてるんだけど、ソニーの場合はさっきも言ったけども、まあ、α7C が、主役になるだろうね。このセットで色の出し方も分かったんで、そんなになんていうの、シネマっぽい映像ではなく、まあ、テレビっぽい映像でやるんで、まあ、このセットで行くのが、まあ、順当は順当。このレンズやっぱり綺麗なんでね、ちょっと綺麗なスタジオで撮ろうと思ってるんで、ソニーでやるという手もある。で、その場合は、ピクチャープロファイルを合わせた感じで、どこまで同じ絵になるか。まあ、それはそれで興味があるかな。世代の違うカメラのピクチャープロファイルを同じのを使った時にね。ただまあ、S シネトーンがないから、α7C にね。まあ、他の標準、まあ、標準のピクチャープロファイルもいいんだけどね、本当はね。まあ、最近なんかシネマトーンみたいなのが流行ってんだけど、俺から見たら何がシネマトーンなんだかよく、わかんないね。まあ、ただ、FX30 の、クリエイティブルックのスタンダード、もしくは NT ってナチュラルかな、は結構、まあ、昔の言葉で言うと、フィルムの肉厚だ感があるね、と。わかるかな、フィルムの肉厚感って言うんだけど。まあ、この辺ちょっとね、いろいろ、フィルムのことをご存じない世代の方にご説明すると、まあ、フィルムっていうのは乳剤って言って光が当たると、まあ、化学変化を起こす薬が、まあ、半透明のフィルムの上にこう塗ってあるわけだな。で、光が当たったところが、まあ、ネガとポジで違うんだけども、いずれにしても光が当たったところが化学変化して結晶化するよということなんですね。で、カラーなんで、色相が、まあ、RGB なのかな、ちょっと物によっていろいろ中間色を入れてあったりするから単純には言えないんだけども、まあ、こう層によって何色で反応するかっていうのが違って、ただいずれにしても光当たったところが、結晶になって残って、それを現像っていうのは、結晶化したものを固定して、要するに壊れないようにして、で、結晶化してないところを化学薬品で溶かして流しちゃうというような仕組みを持っているんだけど、そうするとね、光が当たったところが肉厚っていうのは乳剤の上にフィルムが薬がね、こう何層か乗ってるんで、そこが残ると盛り上がるわけですな、薬品が残ってるとこがね。で、その残ってる感じが、露光が足りないと結晶化が進まないんで、肉が薄いっていう言い方をするんですよ。で、たっぷり光が当たってると肉が厚いっていう言い方をするんですよ。で、それは適正露出なのかどうかっていう問題は別にあるんだけど、まあ、十分光を食わせると肉厚になるんだけど、ただポジフィルムは反対なんで、あんまり光当てちゃうと、逆に、その部分がブリーチって言って、漂白で抜けちゃうからね、光が当たったとこほど肉が薄くなるのがポジなんだけど、ちょっとそれが反対の仕組みになってんで、ちょっとそこら辺は難しいんだけど、まあ、上がってきた絵を見た時にしっかりその色の層が残って発色してる場合に、まあ、僕らは俗に肉厚の絵だねと、要するに、色が豊かだねっていうことを肉厚の絵だねって言ってると思っていただくといいんじゃないかなという気がするんだけども、要するに、色解像度がしっかり出ている、色の発色がしっかりしていると、派手とかいうのとちょっと違うんだけどね、まあ、その感じがちょっと α7C よりも FX30 の方が肉厚感があるので、それでちょっと春風涼しここんとこ FX30 いいじゃないっていう評価にちょっと変わっているのです。だから α7C とね比べるなっちゅう話なんだけど、α7C も、まあ、肉厚感を出す設定があるんじゃないかなというふうには思い出してんだけど、いかんせんクリエイティブルックがないんでね、なんかピクチャープロファイルでやんなきゃいけないから、ちょっと見つけるのが大変かなというふうには思いますね。で、今日撮ってんのは α7C じゃないや、FX30 で、S シネトーンで撮ってます。なので、色のカラープロファイルも、S シネトーンなんで、ちょっと最近撮ってるやつとはちょっと違うので、で、ただまあ、カメラ任せのカメラオート
の、露出にしています。なので絞りと ISO 感度がオート、シャッターだけ100分の1固定にしているので、これはだいたいデタ目で、ホワイトバランスについてはケルビン指定で、カラーマトリックスね、四角く出るやつはちょっと青キーに振ってるので、あの青赤か青赤の方に振ってるのでノーマルじゃないですね、ホワイトバランスはね。あのホワイトバランスはカスタムしてます。でまあね、いつもの通り後ろで光が変化してるんでオートホワイトバランスは使えない撮影方法になっちゃってるのでね、まあその辺はご了承いただきたいんだけど、レンズはあの安っちい1650mm f3.5 から56の、あのポニョンカチョンコンガチョンコンってこうレンドズームねを使ってます。まあただ前回もちょっとご紹介した時のあの1118もとってもいいレンズ、大変失礼した、飲み会のずっと回してたやつ、あれは時のあの ATXM の 1118mm なんだけど、まあよかったね、 AF もちょうどいい感じに効くし、あのデフォルメ感と距離感がちょうどいい感じのレンズだね。あれやっぱね、シネマで使いやすいっていうかね、ドキュメンタリーとかで使いやすいレンズだよね。なのでちょっとあの辺は気合い入れてもうちょっと作例撮ってみたいなというふうに思っているんですけども、まあ実はあれを僕は借りっぱなしにしてずっとまあ勝手に撮っては勝手に YouTube してたわけだけども、もともとはプロニュース用に借りてね、レビューしたんだけど、まあそのまま借りっぱになって、はるかさん返したくないというのをなんとかつぶやいてるんだ、当然時田さんも見てるんでね、返せと言わないんですけども、ほんで喜んで使ってたらさ、時田さんがお仕事として今度あれの紹介ページをあっちのオフィジオかな、できますかみたいな相談が、まだ決定事項じゃねえんで、そんなオファーがあったと。いや、いいですね、春風さんもね、そんなメーカーさんのね、サイトに作例を飾れるなんて、名誉なことでございますけども、いかんせん、いつも言ってるように、私は絵が下手っぴーなんで、ドキュメンタリーみたいな喋るとか喋らせるが得意なんですけどね、絵作りはまあ上手じゃないんで、まあ、どうすべかと、そうは相談されたものの、まあ、例えば外国行って撮るような予算も全くないしね、温泉地行って撮る予算もあるんだかねんだか、ちょっと微妙な金額の予算提示はあるんだけど、まあ、いずれにしてもあのレンズはお気に入りなんで、多くの人に使ってみてもらいたいなという気がしておるので、まあ、何らかの作例を、ただスチールも混ぜんだけど、あんまり俺スチール屋さんじゃねえ、まあ、昔はスチール撮ってたよ、だけど最近はあんまスチール撮ってねえからどうしようかなと。でまたいろいろ忙しいからね、映画は一本抜けたけど、ちょっと後の、仕上げ作業なんかをやんなきゃいけないのと、まあ大役所に頼まれてる仕事が2つの、まあ厚生労働省さんと千葉市さんの仕事をやってるわけだけど、千葉市の方がもう大詰めでいろんなことやんなくちゃいけないから、まあ実は半期で請求、半期の仕事した分のご請求を上げなきゃいけないんだけど、俺コロナで入院してたり急に忙しくなっちゃったから、請求っていうか報告書作って請求するのがずっと遅れちゃって、それ以上にやんなきゃいけないことがドドドドドドってきてるから、いやそこにまた時名さんのやつの作例も取らなきゃいけないなっていうことで、まあ、てんてこてんてこまいまいまいみたいな感じになってますけども、まあ頑張るしかないわな。ちょっと今日も風邪っぽかったんだけど、お腹痛かったんだけど、まあ、コロナは陰性な感じがするけど、まあ、今元気になってきたけどね。まあそんな感じで、ちょいと、まあ、頑張るしかないんだよね。な中でですね、私の憩いの場はこの YouTube で喋ることが私の、唯一の楽しみになってるんですけども、まあ、いずれにしても、まとめますとですよ。チームシャチさんの、で、厚生労働省さんの、ビデオ映像撮りますよと。それが再来週ぐらいかな。で、そこまでちょっと準備があるんだけども、まあまあ、それはまあそんなに大変な準備じゃないので、もう台本もできちゃってて、頭の中全部出来上がっていくから。まあ、あとはカメラマン誰にするかっていうのと、カメラ何にするかっていうことだけなんだわな。まあ、それはもう本当に簡単に進むので、まあそれはいいでしょうと。でその編集も多分あっという間に終わっちゃうから、まあそれは大した手間ではないでしょうというところが一個なんだけど、同時にやってる千葉市さんの方はちょっと重たいね。
結構大変だから、あのイベントもやんなきゃいけないから、ちょっとモリ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 になっちゃったな、みんなが後ろにいちゃって、で台本書かなきゃいけないんだけど、明日明後日で一回出してくれって言われてるんだけど、まだなんか数文字も書いてないっていうか、まあ数文字ぐらい書いたかな、っていう感じだから、ちょっと、寝ながら書く、寝ながら、あのやっぱりね、撮影と台本書きってやっぱり全然違って、撮影はね目の前にものがあるんで、まあぼーっとしてでもなんかできるんですよ。ぼーっとしてでもって言い方おかしいんだけども、そんなにこう深く考えなくても、まあやれるんだよね。あのイメージさえしっかりできていれば、そのイメージをあのプロのカメラマンたちに伝えたり出演者に伝えれば、あとはプロの仕事になるから、ある程度形ができてくる、出てきたものを、軌道修正しながら完成させるっていうことなんだけど、台本書きってそれを一人の頭の中で複数の人の目線でやんなきゃいけないから、書き手はこうで、出演者はこうで、見る人はこうで、まあさらにまあ役所のなんていうのかな、価値観から見たらこうでっていう、まあある意味、まあ今最近こういう言葉つかないのかもしれないけど、まあ精神が分裂するような形で頭の中を動かすので、単純に企画書書くとか、撮影の段取りをするっていうのとは全然違うんで、なかなかその辺が、例えば役所からは書けたとこまで見せてくださいって言われるんだけど、そういうもんじゃないんだよね。前から順番に書けば最後まで行くんですかって言うと、そんなことはなくて、やっぱり書いてる間に後ろができてきて、後ろができてきたら前を直してっていう、こういう反復が、常に起こってるので、ある意味その辺のことができちゃえばあっという間にできちゃうんだけども、そこの反復作業が価値観っていうかな、テーマが安定しないうちはなかなか先に進まなくて、今回のまあやっぱり役所の仕事だからしょうがないんだけど、いろんな人の価値観が中に入ってきているので、まあ、それのどこを汲み取ってどういう組み立てにするかっていうのは非常に高度なテクニックが必要で、なおかつ観客として見た時に面白いんですかとか、なぜそれを見なくちゃいけないんですか、それをそもそも見るんですかっていう問いかけにいつも答えなくちゃいけなくて、なかなか難しいよね、というところもあるから、ちょっとスイッチを入れるのが難しいかな。スイッチが入っちゃうとあっという間に書けることもありますね。あっという間に書けた方がいい作品になって、寝れば寝ただけつまんないものになっちゃう。なのでまあよく自治体で作る映像が面白くなくなっちゃうのは、みんなで寝ちゃうからなんだよね。寝ちゃうと元のなんていうのかな、テーマ魂っていうものがグラ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 しちゃうから、なかなか難しかった ね。なのでまずは面白くて見るということが重要なので、まあそこでやっていかなきゃいけないんだけど、まあただ担当部署としてはあんまりそのエンターテイメントになりすぎてた場合に、それを数値化して評価した時に、まあ単純に言うとふざけた部分が8割で歴史のとこ言ってんのが2割じゃ困るよねと。それはそうなんだよね、数値化しちゃうとね。なのでそれを見てどうなるかっていうことは数値化できない部分なんで、なかなか難しいなという評価がね、難しくなっちゃうんで、そこのまあうまい折り合いをつけなきゃいけないっていうのが今回の台本書きの難しいところ。まあその辺がちょっとね、大人な感じでしょ？だから映像制作ってまあそんなイメージでさ、くにゅ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 なんていうの、いつも言ってるような、まあなんかかっこいい感じのミュージックビデオみたいなさ、ああいうものと、ああいう世界もあるんだよ。まあそうじゃなくて、やっぱりお金が大きく動くものっていうのは、いろんな人の価値観を具体的に映像にしていくっていうのが仕事なんで、その全ての立場の人から見た時に、まあ納得できるものを作っていかなくちゃいけないと。ただ結果としてそこには一般の人の目に触れるっていうことがあるんで、まあそこでの評価を想定しなくちゃいけないかな。まあという感じなんだけども、まあそうそうは難しく言ってっけど、まあ結局書くしかないんで書こうかなという感じでございますね。じゃあそっちの映画はカメラ何で撮んのっつった時に、そこはまだ考えてないんだけど、
まあ富士で撮るのか、ソニーで撮るのか、今いろいろ考えています。で、ソニーのカメラを使う場合にちょっとまあこのレンズでどうですかというオファーもいただいてるんで、まあ勝手に俺がオファーと受け止めてんだけど、まあそのレンズを使ってソニーという考え方もあって、それフルサイズなんだけどね、まあそのフルサイズで、新しいレンズを使ってみるという考え方もあるので、やっぱりソニーだといろんなメーカーさんがこの私の仕事に乗っかりやすいのかな。オファーをいただけるんだったらそれはそのレンズで行こうかなという気はしますわ。まあ、正直に言うとさ、カメラとレンズは何でもいいっていう作品もあるんですよ。特に今回のやつは大スクリーンに表示したとしても、まあ、なんていうのかな、元々が映画っていうくくりではないのでね、まあ、そういうのもあるから、まあ逆に言うと自由度が高いかな、というふうに思うので、そうするとまあ新しいレンズ、オファーされてるレンズを使うっていうのもいいかな。まだちょっと届いてないから、それがどの程度の実力を持っているのかちょっと分かんないんだけど、まあ近く届くと思うんで、まあ、そのレンズを使う可能性は高いね。撮影がもうちょい先だからね。ってなるとさ、フルサイズが α7C しかねえんだよね。α7C でも、まあ、俺が撮れば綺麗に撮れんだよ。撮れんだよ、もう大体分かってきたから。なんだけど、そうなると FX3 とか、α7M4 とか、ね、なんか使いたいな、みたいな気はしてはくるね。まあ、レンズが届けばね。まあ、ただフルサイズだからいいかっていうと、なんとも言えないから、まあ、本当は、FSC のなんか面白いレンズを、ご提供いただいた方がいいような気もしなくもないけれども、まあいいや、だけどまあ、FX3 でシネあれか、時永さんのシネマ3兄弟23、33、56、まあ、それで撮った方が面白い気もするけどな。そっちでもいいか、新しいレンズよく分かんねえからな、フルサイズはな。まあということで、またすげえ長く喋りましたが、まあそれが今日の春風涼しさんでござる。これから台本を書くでござる。ということで、富士フイルムを見捨てることはないので、富士フイルムファンの方はご安心くださいね。文句をもう自腹で買っていくから、もう言いたいことは言わせてもらうよと。で、当然もう富士フイルムの某所には伝わっております。この間のものすごい愚痴に関してはね、そこはもう当然俺が言ってることの意味は分かってるんで、どうしようかなとは言ってたけどね。まあ、あんまり大騒ぎしてもさ、しょうがねえから、徐々にできることからやってもらうしかない。だから今、だから、落第点じゃないかね、カメラ自体がね。なので、要は、出し方の順番がおかしいから、なんか買った人ね、特に、H2S 買った人は腹立ったよね、という、そんだけのこっちゃね。まあ、前の H1 の時と同じだからさ、なんでそんなことするんだよっていう、どうかしてるよっていう感じだよね。もう H シリーズなんて買わなきゃいいんじゃねえのみたいな気がしちゃうっていうかさ、もう T5 って次だったら H3 が出て T6 が出るわけでしょ。そしたらみんな最初の夏休み前のやつはさ、スルーしてさ、秋に出る T6 まで待って考えるようになっちゃうよね、これはどう見てもね。そうするともう最初に出したやつが価格割れしちゃってさ、すげえ安くなっちゃう。今 H2S なんか価格割れしちゃって落っこっちゃってきてからさ、もうじゃあ、企業自分で自分の首絞めちゃう話になっちゃうからね、これやってたらね。もうちょっとずらさなきゃダメだよ、この商品サイクル。それで動いてるとか言ったってさ、そんな社内事情知らんわっていう感じだよね。まあいいや、また文句言ってしまいましたが、ということで、春風涼しさん、台本も書かなきゃいけないので、また頑張ります。ということで、春風涼しでした。